さて、それでは、そろそろ解放してほしいです。どうでしょう、シャープ4までこのゲームで来た人っているんでしょうか。もっとみんなサクッとね、多分1本だけとかの配信だと思うんですけど、うちは、ずっとクリアできず、いよいよシャープ4ただ逃げるだけの回です。辛いなぁ。同じ映像が繰り返されますが、ぜひとも付き合っていただきたい。クリアまではね、頑張りたいですよ。さあ、頑張っていこう。知ってるよ。もう、付き合いは長い君との。シフトボタンどれやっていっけ。ちょっと待って、シフトボタンが分からへん。シフト、ちょっと、なんか出た。ちょっと待って。いやー、きついなぁ。ここね、ここまでは OK、OK。もう指が全部離れてるけど大丈夫かな。ちょっと待って。これどこに向かっていってる？うわわ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 。何が起きた今。ちょっと指が全部離れてしまって、どれが何かわからなくなって。やだなもう。久しぶりにこのね、久しぶりというかまあ一日空いただけですけども、ちょっと休憩したことでリフレッシュして、サクッといけんじゃないかっていう望みはね、一撃で立たれましたね。シフトボタンでこうね。まだ先長いんかな、全然知らないんですよ、この先。あれ、この、よし、来た。走って。東京フレンドパークみたいですよね。走って。よ。で、ここでしょ？で、ここ、曲がります。頑張って。ここ追いつかれんな。あれ？シフトじゃなかったっけ？ダッシュ？シフトやったよね。おじさんは退化するんですよ。走って。画面ぐっちゃぐちゃやぞ。こんなんやったっけ。なんか今日のパソコンの調子が悪いのか。次右で。なんか左に道ないかなと思ってんすけどね。今右に道あった。ええ、来たわこれ。またほら来た。ゲーム起きないっすか？さあ、頑張っていこう。ここ、よし。何がよしかももうわからない。よし、ジャンプ。ちょっと画面明るくしようかな。さあ、ここ右に曲がる。左に曲がる。これ落ちに合ってんのかな、今更やけど。でね、この後降りてすぐに右に曲がれます。この後ね、早かった。なんでなまあまあなスピードで行ってると思うねんけど。クリアでいいですか？もう。こういう生き方もあるかもしれない。もしかしたら。常に追われ続けるような。ちょっと、あれやな。クリアしたやつ誰かおらんかな？知り合いの中に。ほっ。引っかかってるわ、これ。引っかかってる。やばいか。間に合うか。でもなんか、間に合ったっぽい。オッケー。よし。あれ？引っかかったけど。なんでなん？わからん。クリアにしても、見込みクリアみたいなないんですか？クリア見込みか。クリア見込みとして、表彰してもらわれへんかな。よし。
ここまではいつも通りと。思ってんのとちゃうねんな。どこやゴール。もうあれするか、あの一回調べて初見の感じであったーって言いながらクリアにしようか。いや完璧やけどな、ここまでの流れ。あとやねん。違う。どこ？ゴールどこ？ここまでの操作完璧よ、ここまで。ほら。でもなんかあんまりそれ関係ないみたいなんですよね。ここまで早かったからなんやねんみたいな。こっち側も。おい。OK。さあ、ということで、ゴールまでしっかりと他の方の映像を見てきました。うるさかった。どうやってこう、あんなにみんな楽しく実況するんやろ。楽しいってみんな言ってはりましたよ。どの方もね。すごいね。よいしょ。楽しさがわからんな。確かになんか一生懸命にはなる。できるかわからんけど、でもここまでスムーズ。やっぱあれかな、ゴールを知ってるから。いや、ゴール知ってるわけではないねんな。一部しか見れてないねんな。なんか何やってんやろこの人と思った部分はたくさんあって、途中でね、ここね、行き止まりの手前で、ここしゃがむところがあるんですよ。あやか、ちょっと待って、もうなんでなん。ここまでほんと非常にスムーズにやってるもん。ここまでね、何度もで降り切ったら、降り切ったら右でしゃがむとこうまくやりたいな。頑張れるかな。指の位置がわからないんですよ。しゃがむ、入った。いいんじゃん。おちょこちょこちょこちょ、おい、立ち向かってしまった。なんでもう何かでもデンジャーが開いた気がする。ほんまにクリアできひんと思う。もうマウス操作でゲームっていうのやったことがないから、無理だ。これもしかしてやけど、あれかな、僕マウスにブーストかけてるんですよ、スピード。編集速度が僕相当速いんです。で、それに対応してもらうためにマウス自体がもうちょっと触っただけで感度が動くような状態にしてるから、そのせいでこんな画面ぐちゃぐちゃになってんのかな。なんかそれかもしれない。なんかそんな気がしてきたな。
全くわからん。無言、完全にここまで無言できたわ。何や、一体この後どこをどうしたらいいんや。そうなんですよね。ここでこうなんですよ。で、開いた。やっぱりそうや、開くんや。どこ、もうでもここから先忘れた。え、あ、これ見た。これ、なんか、これを。うわぁ！え？何があかんっちゅうねん。いや、だいぶ頑張ったな。答え調べたけど。ちょ、マジで、あの言うとくけど、タスクもしばらく次のゲーム進めるなよ。もう絶対こんな怖いのやりたくないからね。もう、魚釣りのゲームとかでいいです。私もほんとこんな難しいのとか怖いのとかもほんとに。よいしょ。ただ、感謝はしている。この配信は、ちょっと、面白い。あーさあ、もう今更ですけども、マウスの感度を、常人の感度にしました。やっぱりね、よいしょ。仕事ができすぎちゃうから、僕。すごいスピードで仕事するから。マウス感度が多分、人が見たらびっくりする。ちょっと！喋らせろよ！あれかな？マウス感度関係ないんかな？画面酔いは別か？でも操作感は若干しやすく、操作はしやすくなったような気もする。うん。まあ慣れてる、やりすぎてるからかもしれないけども、こうこうこう、この後やねんな。ここ出ていって出ていくでしょ。出ていったら振り返って あごめん、マウス感度変えたから当たるとことか映せんかった。右手がまだあのブロックにつながったままです。右手、え、右手帰ってけへん。これあ、帰ってきた。よかった。もうここでバグったらもうほんまに嫌いになるとこやったわ。もうほんま、もう。なんかね、ここはちょっと見たんですよ。こっから先を見てない。ここまでの流れはだいたい見ておりました。知った上でおじさんはできなかったと。で、この花の中に扉があると。なんか右側もルートあるんですけど、あれなんかようわからんかったから、映像で見ててね。語れることもないし、スルーしようと思います。
よしよし。こっから先がどうなんねやろ。まだ出てくんのかな。クリア？なんかバイオハザードみたいな感じになってる。え、走った方がいい？これ。え、まだなんかギミ、え？まだなんかあんの？この部屋とかも。いや、がっつりホラーであれば、もう私はもうクリアまでやりませんよ。なにこれ。うわぁ、がっつりやなぁ。え？おぉ、分かれへんかったなぁ。最後何言うたんやろ。でも、最後数分間ですね、館みたいなところ入って、なんかタンスやら、ちっちゃなおもちゃの家があったり、で、最後の扉開けて人形の女の子があるのを見て、特に言わなかったですけども、めっちゃ怖かったな。やめとこう。もうホラーゲームはもう、やめときましょう。ホラーはもう、他の方にお任せして、うちはね、魚釣りとか、オセロとか野球とかそういうのでいいかな。うわ、ドキッとした。まだ今ちょっと心臓ドキドキしてる。なんか釣ったかもしれへん。何か釣ったかもしれへん。今内臓の何かが、女の子喋った瞬間ドキッとしたな。いやー、もうこの後なんかあるんかもしれないですけども、エンディング見る前に終わりたいと思います。これがエンディングかな。ということで、今回も初のスチーム配信でした。面白かったですね。ちょっと画面酔いがひどかったと思うし、あと、そうですね。カメラの感度がね、やっぱりその、マウスの感度を僕上げてるの気づかなくて、最後の最後にちょっとそれが分かって、操作はしやすくなったんですけど、まあこれからちょっとスチーム系のゲーム、やりたいなと思ってんのは、次のゲームがあるらしいんですけど、それもおそらく、うちのパソコンではね、せっかく綺麗なこの湖とかの画質が悪くなる可能性があるので、配信できるかどうかちょっと難しいかもしれないんですけども、釣りだったり、あと、もう一個ね、本当はやりたいのはコサックスっていうゲームがあるんですけど、それも全編英語ということなので、ちょっと難しいんですよね。Steam はちょっと知識がないので、まあこれからいろいろ見つけたらね、配信等やっていきたいと思います。ということで、今回は、ポピープレイタイム、全部でシャープ4までかかってしまいましたけども、クリアということで、一応まあ全部見ましたけどね、カンニングはしたけども、なんとかおじさんが、初スチームでクリアしたよということで、もしよかったらぜひ、高評価、それから初めて来たよという方はチャンネル登録等をしていただけたらなと思います。ではご視聴ありがとうございました。まだ胸が痛いです。絶対ホラーはやらん。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。